エマニュエル・リモルディは、イタリアのピアニスト。ルーマニア人の母とイタリア人の父の間に、ミラノに生まれる。ミラノ・ベルディ音楽院にて、ピアノ家と作曲家を卒業後、チャイコフスキー記念国立モスクワ音楽院にて、エリソ・ビル・サラーゼのもとで5年間研鑽を積む。その後、トップ・オブ・ザ・ワールド国際コンクールにて優勝、マンハッタン国際音楽コンクールにて、グランプリ受賞及び、 審査委員長を務めたイーボ・ポゴレリチより、ポゴレリチ賞の授与をきっかけに、国際舞台に姿を現す。トップ・オブ・ザ・ワールド国際ピアノコンクール優勝後、ノルウェーにて演奏会やマスタークラス、ミラノ大学哲学学部では、音楽と哲学の関係性についての講座を受け持つ。これまでに、カーネギー・ホール、ウィグモア・ホール、ルクセンブルク・フィル・ハーモニー管弦楽団、 ガスタイクホール、サルコル島、ゲバントハウス、ハノーファー、北ドイツ放送フィルハーモニック、ローマオペラザ、ベルディ音楽院大ホール、モスクワ音楽院大ホール、モスクワ国際音楽会館等で演奏するとともに、国際ベートーベンホール音楽祭、マイアミピアノ音楽祭、キャストン音楽祭、ドゥシニキ国祭、ショパンピアノ音楽祭など数々の主要音楽祭に出演し、熱狂的な支持を得る。 各地の新聞等でも絶賛された。ドゥシニキ国際ショパンピアノ音楽祭での演奏は、ポーランドナショナルラジオにて、ドイツ国内で行われたリサイタルは、各地ラジオ放送局、MDR、ARD、ミュンヘンにて放送され、モスクワ国際音楽会館にて行われた、メトロコンサートアート室内楽音楽祭での演奏は、ロシア国内テレビの文化チャンネルにて放送された。 2017年に行われたアメリカコンサートツアーを皮切りに2018年には日本、ドイツ、ロシアにてデビュー2019年には横浜港未来ホール他にて2度目の日本ツアーを行いその際 WWF ジャパンの活動を紹介すると共に募金を募るリモルディの批評にはこのようなものがある初めて彼の演奏を聞いた時恐るべき才能を 目の前にしていることを理解するまでに時間はかからなかった。その技術は卓越していることを気づかせないほどに結出しており、それはどのようなレパートリーにも聞くことができる。しかし技術は彼の音楽の中の割合を占める本の一部であり、エマニュエル・リモルディの得意性を最もよく表しているのは音楽と彼の関係性だろう。 彼は音楽を深く理解しているだけでなく、その独創的な音楽的コンセプトを少しも作為的に感じさせることなく、聴衆に提示してみせるのだ。私は彼のバッハ、シューベルト、シューマン、ラフマニノフ、そしてプロコフィエフを聞いたが、とりわけ私は彼がその桁外れに多彩な演奏スタイルによって、それぞれの作曲家の持つ特別なキャラクターを完全に、 引き分けて見せることに圧倒されていた。広いレパートリー、彼個人のカリスマティックで上品な魅力、そして彼の音楽的アプローチの独創性は、彼が今後さらに国際的なキャリアを切り開いていく準備ができていることを証明している。ブルーのモンサンジョン、ブルーのモンサイン・ゲオン・リモルディは、近年聴く機会のあったピアニストの中でも最も優れたピアニストの一人である。 若い新鮮さと生命力に加え、年齢以上の成熟さを兼ね備えている。彼は、国際的なキャリアを切り開いていく運命にあるだろう。パウル・バドゥラ・スコダ、ポール・バドゥーラ、スコーダほとんどの若い演奏家は、聴衆を圧倒することでもって、自身を印象付けようとしている。しかしリモルディは、リスクを恐れず、より個性的な方法で聴衆を魅了する。彼は聴衆を誘惑するのだ。 ミュージックウェーブインターナショナルありがとうございます。